USDJP は下に売るという5分足のバイナリーオプションのデモ試験ですね。シグナルが出ました。こっちは15分足の5分足での、ね、数カ国で、見ています。こちらまあ2250円ということで、これで買って234ですね。チャラですね。しかしまだ手数料の関係で負けてます。これで勝ってタイですね。負けると3連敗。3連敗っていうわけじゃないけどね。どうでしょうか。あれ上がっちゃったの、また難しいところ。ああ、きついね。ダメなのかな、私の戦略を。これで勝てるようだったら100億円稼げます。こちらでも稼げれば100億円稼げますということですね。また上がっちゃいましたね。これで負けると2連敗ですね。じゃあというか2回負けてるですね、総合的にね。手数料の関係で3回負けてるということですね。しょうがないですね。これビデオ撮影中にね、電源のね、バッテリーのインジケーターが出てないんですね、これね、困っちゃうね。さあ、どうでしょうかね。こうですよ、もう。こっちで出てきたらね、こちらね、でも、こちらもデモの15分足なんですけどね、こちらも自動でできないんですよ。だから手に力で打つんですけど、つらい、一日中、こちらで、机で打つのを待ってます。こちらはね、デモで自動売買、完全なんで、楽なんですけどね、5分足なんですね。あ、落ちてきました。あら、上がっちゃったな。あとちょっとですね。ちょっとアップしとくね。どうだろうね。これで買ってもね、手数料でタイだなんで、タイなんだけど、総合的にね、勝率は負けてますよね。落ちて、そうだ。ちょっとこの間ね、15分足の取引のデモやってますから、半麻代先生忙しくてね、24時間こうですよ、仕事。過酷なね、仕事してますでしょ。ただこれで成功すれば100億円稼げるということですね。100億円ですよ。100億円あったらさ、ね、自分の岩にプール付きで豪邸でさ、どんなに生活がすごいと思います？わかります？100億円って額、どんなに大事ってわかります？さあ、どうかな？また負けか。負けるみたいだな。残念ね。上がっちゃったね。また負けですよ。残念でした。